おはようございます、こんにちは、こんばんは、諸星すみれです。はい、ということで今日はあいちゃんと浴衣を着てみました。やったー、イエーイそれ今日はね、着付けもヘアセットも全部ひろちゃんがやってくれました。もうね、9月も上旬なんですけれども、まあ、今日気温も32度ありますし、まだ夏いけんじゃないかってことで、この浴衣姿で浅草にお散歩に行きたいと思います。イエーイ、イエーイ。ちょっといっぱい美味しいものとかをね、食べたいなと思います。超楽しみ。では行ってきたいと思います。それでは行ってみよう。はい、ということで浅草到着しました。早速仲見世通りに入って美味しいものを探していこうと思います。こんななんか仲見世通りとか歩くのいつぶりだろう。あ、それこそこの間愛ちゃんのさ、お姉ちゃんの超美味しかった。ちょっと仲見世通りから外れます。あ、これ、え、絶対美味しい。美味しいじゃん。雷もチーズメンチがいい。お話をやって、飲んじゃおっかな飲んじゃいなよ。やっぱだってコロッケとビールなんて最高じゃんね。はい、一食目雷もチーズメンチカツを買いました。いい飲みっぷりです。いただきます。うん、おおおおおおうまっ。うん、とにかく伸びる。うん、おいしい。やばいね、忙しいね。お参りもしたいし。そうだ、お参り先にしないとだね。ね、着いた。浅草寺着きました。着きました。着きました。25番まあでも今日じゃなかった。そうだよ、25番。え、今から伝法院通りに入って、もうちょっとご飯系を食べようと思います。ねえ、ケロロのお面売ってんだけど何があるかしら。ザーチー、はい、2種類あるよ。マジか、頼む。あ、でも、どうする、どうする、画面汚っ2種類買っちゃった。マーライザーチーパイと普通の。うまっ。辛い？山椒の辛いって感じ。カレーパン頼みます。いただきます。熱い、パンしか届かなかった。熱い熱い熱い。よし、ちょっと仲見世通りがさ、4時か5時ぐらいに閉まっちゃうんだよね、多分。ちょっと早いんだよね。そう、だから先に甘いの探しに行こう。一番目。うん、うん、美味しい。うん、やめ、バリバリ噛むタイプだよね。噛まないの。梅団子。夏が旬のいちごだって。いちご4色団子1本と、あと冷凍いちご串1本お願いします。4色と冷凍。はい。800万円。高っ。月中。じゃじゃーん。何が何だかよくわかんないけど。みかん。みかん。みかんなんだ。うん、へぇ、うん、違う、うん、マンゴー。うん、マンゴーだ。うんふん、うんふん。来てきたね。歯やられない、染みない。知覚過敏が発動しちゃってる。うん、おいしい。あ、おいしい。甘い。高い。やわらか。おいしいよね。うん、なんか思ってたのと違う。思ってたのと違う。思ってたのと違っておいしい。あー、よかったよ。なんか固めのお団子なのかなって思ってた。もうしっかりとギブ。おしゃれな喫茶店みたいなのがあるらしいんだけど、ただその喫茶店がどこにあるのかはわかんないんですけど大正レトロ中見世通りの中にあるのかなもう目立つね。目立つ。メニューめっちゃ可愛いよ。大正ロマン館。
大変だったね。ちょっと事件が起きまして、クリームソーダを買った瞬間に信じられないぐらいの炎天下になりましてすごかったんで、日差しがもうね、ダック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 アイスが溶けてしまい、やっとここまで落ち着いた次第です。さくらんぼが乗ってたのにね、怒っちゃったのてんやわんやしてたらさくらんぼ怒っちゃったの。でしかもね、喫茶店普通にさ、なんか店内に席あるのかと思ったら、ね、なかったね。ね、まあもう座りたいもんね。あ、すごい風だわ。あと何にしよう。揚げまんじゅう食べたい。揚げまんじゅう行こうか。はい、お母さんが先に揚げまんじゅう買ってきてくれました。またもう一個ぐらいお土産を買って、それでもうフィニッシュにしようか ね。涼しかったらね、あとラーメン一杯ぐらい食べるけどね。あ、ラーメンだったらワンチャンいけるかもしれない。ラーメンはワンチャンあるわ。マジで。かわいい。あ、これがいい。買えた。なんか猫ちゃんのかわいいお菓子買いました。やばい、お店閉まり始めた。本当だ、よかった。本当危なかった、ね、超ギリギリだったね。船ちょっと船で帰る。すごい、風車いっぱいある。すごい、頑張れひろちゃん。ひろちゃん頑張って。あ、すごい素敵だよ。満喫した。めっちゃ満喫したね。ちょっともうね、全部閉店しちゃったけど、あ、この辺も楽しそうだね。屋根もあるし。あ、わらび餅は大丈夫、食べなくて。え、ちょっと無理かな。限界。しがさ行って聞かせやしょ。ほんとなんかタイムスリップしたみたい。セブンイレンチ来た今度。ではちょっとお車を止めて船着き場まで行きますか。はい、では後ほど。でした。楽しかったけど疲れたね、うん、でも楽しかったしね。船の記憶私ないの。私も酔っ払ってたのかな。なんでだろう。船乗りたかったよ。ちょうどサンセットクルーズだねなんか言ってたんだよね、うん、そうなのにね、なんともうね船の時間終わってたんです。だからもうしょうがなくね、帰ってきましたよ。だから最終的にあのフォトのミッションはね、船だけちょっとダメだったね。うん、後で愛ちゃんがその辺に入れてくれるよ。入れてくれる。船乗ってる。それでいいってことにしよっか。もうそれ以外クリアしたしね、うん、全部取れた、うん。ねえ、楽しみだけど、うん、ちょっとこれ見て。地図ですね。うん。浅草の地図ですか。これはなんだ？ご飯屋さんの写真集めてくれたの？そう。ありがたい、ね。ありがたい。ね、なんでめっちゃ美味しそう。美味しそう。それを頼りにしつつ、また自分でもお店見つけて。うん。なんでこんな親切かっていうと、今日の企画は、携帯没収企画です。携帯を頼りに、みんなあっち行こう、こっち行こうとか。あ、Google マップ見ようとか言うけど、今日は一切なし。もう紙の地図と写真だけを頼りに、浅草を楽しんでもらいたいと思います。だからがここになんかちょっとバンチみたいなのがあるんだけど。で、さらに一番最後見て。もうなんか書いてある。のものの写真をミッションとして全部取り切ってきてください。あ、全部？全部。頑張らないとだね。ただの楽しいお散歩では終われないかもしれない。さらに、小食な二人に、あら、かわいいミッキー。かわいい、ね。この中に1万円入ってるので、それを使い切るまで食べまくってください。え、結構だよね。結構だってさ、食べ歩きとかだって1個200円とか300円とかじゃない？そうだよ。効率よく美味しいものたくさん食べられるように、頑張ろう。頑張ろう。なんかさ、今になると、
食べれそうだよね。全部食べれそう。お腹空いてきちゃった、ちゃんと。浴衣脱いだ途端にお腹空くよね。お腹空いちゃったよ。1万円さ、無理だなって思ってたけど、まあいろいろちょっとしたズルはね。まあ。ちょっとしたあれはあったんだけど、ね、ちょっとだから。ほんとちょっとだからね。ほんとちょっとだから。3000円ぐらい。ね、3000円ぐらいちょっと。うん。ってぐらいで、達成できたからさ、すごいすごい。大成功。3割ズルってすごい。でもあれだよね、ズルといっても、食べるからね。そう、今からね。食べる、ここにほら、いっぱいあるから。一番最後に買った、お菓子。かわいい、サギくんみたいじゃない？ニコちゃんのね、型抜きみたいなのができるクッキーを買いました。うん、これが浅草土産なのかって聞かれるとどうかはわかんないけど。初めて見た。携帯なくても全然いけたよね。確かに。地図も、まあ見たけど、あんま分かんなかったけど、うん、地図。っていうかさ、携帯なくても行かれたけど、お母さんが作った資料も全然見てない。なんかやっぱああいうさ、仲見世通りとか、うん、通りがバーってあって、歩いてたら、もうどんどんお店が見えてくるみたいな状態だと、うん、割と平気だったかも。ね、うん。ただ携帯があれば、船調べられたもん。確かにね。まあ、なくても平気だけど、あったらとっても便利。これが携帯。まあいい夏の終わりが過ごせましたわ。ちょっとラーメン食べたくなってきたんで、この後ラーメン食べたいと思います。では、この動画がいいなと思ってくださった方は、チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。では、また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。バイバーイ。サクッとね。おいで。ほらほら。茶番。